はい、こんにちは。今回はパンチ力がないボクサーが強打者を KO した試合を紹介いたします。アファンソーサモア WBA 世界バンタム級王者アルフォンソ・サモラが6度目の防衛戦にホルヘ・ルハンを迎えました。サモラは半年前の KO キング同士の戦いで45戦全勝 44KO のカルロス・サラテに負けはしましたが、29勝 29KO1 敗の戦績通り力強いパンチで突進し、パンチ力の差を見せつけ、序盤ルハンを圧倒しました。しかし中盤から防御感のあるルハンは王者サモラのパンチを見切り出し、サモラのパンチは空を切るばかりでスタミナを消耗していき、ルハンの細かなパンチをたびたびもらい、ペースはルハンに傾きました。空振りばかりでスタミナを消耗した王者ファモラは、軽いパンチですが数多く被弾して徐々に弱っていき、打ち合ってもルハンにダメージを与えることはできず、逆にルハンは冷静に力みのないパンチをタイミングよくヒットさせ、第10ラウンド軽い右ストレートで王者の心を折り、 KO キングは力尽きて座り込んでしまい、敗北を受け入れたのでした。元 WBC世界バンタム級王者の2人が WBC 世界スーパーバンタム級王座をかけて戦いました。カルロス・サラテはここまで66勝 63KO3 敗と驚異的な KO 率を誇り、エデル・ジョフレやルーベン・オリバレスとともに歴代バンタム級トップ3と評価されている強打のボクサーです。一方、左構えのダニエル・サラゴサはパンチ力は弱いのですが、アマチュア時代にオリンピックに出場した経験や老獪なテクニックで35勝4敗の戦績を誇っており、後に来日し畑中選手、辰吉選手、原田選手を相手に防衛を重ねました。デビュー18年でこの試合が70戦目のサラテは38歳になろうとしており、往年のパワーはなくなっており、サラゴサの長い間合いに手を焼き、なかなか強打をヒットさせることができず、サラゴサのペースで試合は進みました。迎えた第10ラウンド、サラゴサが左カウンターから左を追撃したところでレフリーが試合を止め、カルロス・サラテのボクシングキャリアに終止符を打ちました。自慢の強打を序盤から振るって対戦相手を次々と沈めてきた渡辺選手は、7戦目で赤城選手を破って日本王者となり、10戦全勝 10KO の戦績を引っ提げて
世界ランキング1位に駆け上がり、世界挑戦いたしました。もうスタートから渡辺コールです。東京体育館、デビュー以来常に相手を倒すことだけ実践してきた渡辺選手は、初めての世界戦でもいつも通り前に出て世界王者に強打を浴びせます。王者エルナンデスは身長が180センチもあり、普段は距離を取ってアウトボクシングを試みますが、この試合では接近しての打ち合いに応じ、左アッパーを多用いたします。6ラウンドに入ると王者エルナンデスのコンビネーションが冴え渡り、試合が一方的になってきたところで、レフリーは試合をストップいたしました。WBA 世界スーパーライト級王者藤武史選手が2度目の防衛戦にニコリノローチェを迎えました。日系3世の藤選手は強打のハードパンチャーで31勝のうち26の KO 勝利を飾っており、初回からパンチを振り回していきます。一方、挑戦者のローチェはイントカブレと形容されるディフェンスマスターで、この試合が107戦目と経験豊富なテクニシャンタイプのボクサーです。終盤になっても藤選手のパンチは全て空を切り、ローチェのカウンターの餌食となり、ローチェのパンチだけがどんどん入っていき、藤選手は疲労とダメージが蓄積していくのです。ローチェの防御はまさにイントカブレで、9ラウンドになってもパンチは一切もらわず、逆に細かなパンチを効果的にヒットさせ、藤選手の心を折っていきました。元 WBC 世界フライ級王者ミゲル・カントの高田二郎選手との試合での貴重な KO シーンを紹介いたします。指揮者と呼ばれたカントは防御に比重を置き、モーションがなく軽いパンチで攻撃するため KO 勝利が少なく、61勝のうち KO 勝利はわずか15に過ぎなかったのでした。 KO 数は少ないカントですが、卓越したテクニックで WBC 世界フライ級王座をなんと14度も防衛したのでした。高田選手との試合でもほとんど高田選手の攻撃をもらわずに、カウンターやコンビネーションパンチを決めていき、11ラウンドに右カウンターで高田選手をぐらつかせ、連打を上下にまた様々な角度で集中連打を浴びせました。
関東の連打が30発を超えたあたりでレフリーが割って入り、関東には珍しい TKO 勝利で防衛に成功しました。